全国日本の兄弟姉妹の皆様、そして全世界の兄弟姉妹の皆様、おはようございます。日本の地区はもちろんですけれど、世界に行きますと、先日もアメリカに行きましたが、アメリカにいる日本人がどれほど私たちのこの説教を命の糧として待っているかということをつくづく思いました。今まで世界の皆さんと挨拶もしなかったんですが、つくづく思いまして、世界の皆さんに心からまたご挨拶をします。そしてですね、ただいま訓読していただきました天気15年1月1日の王様の霊事の祈祷ですが、そして御言葉ですけれども、その時皆さんは直訳で通訳で聞いてたと思いますが、私、直訳でそのままするのには文章化した時に大変な限界があります。それで私は直接聞きまして、これは必ず皆さんにきちっとお伝えしなければいけないと思いまして、中村部会長さんに連絡を取りですね、中村さんと、コン・フンガンさんと、一字一句きちっと王様のその祈祷と、それから御言葉を翻訳してもらって示したものです。これを皆さんが基準に何回も何回も訓読をされたらよろしいかと思います。それからついでに訓読してくれました寺川由良さん、もう工藤さんになったんですか？まだニコニコしてますが、昨年、鉄条祝祭がペンシルベニアで行われ、その後10月14日にテネシーチョンピョンで祝福式がありましたが、見事に工藤さんと祝福を受けた寺川由良さん、毎週王様の水曜日の韓国語の通訳をだいたい1時から、長い時は4時ですよね、私も時々はなるべく出ようと思ってますが、もう本当に途中で眠くなるっていうか、大変なこのそれをしっかりと通訳してくださってる姉妹です。それでまた、ついでに申し上げますが、先ほど賛美でキリストには変えられませんという、リバイバル聖歌を歌いましたけれども、私はこれはですね、生涯忘れない、深く刻まれた信仰の原点にあるんですね。というのは1967年の6月にお父様が、十二弟子を引き連れて日本に来られ、そして原理大修練会がありました。全国から120名の教会長、学者長が集まって、そこで12日間ユー・ヒョウォン先生の原理講論を一字一句聞き、そして2週間の間ですね、お父さんその各諸先生方の証を聞きながら過ごしたんですが、私はその修練会が終わった時に人生の一大決意をしました。この方が願うことで、その人がやりにくいこと、難しいこと、できないこと、それを私が率先してやろうと決意いたしまして、今もその決意です。そうでなかったらこのサンクチュアリに簡単じゃないです。いろんな人がいすぎます。しかし、難しいことならなおそうだと思って、今までいろいろなことにチャレンジしてきました。そしてですね、この原理講論が10月の67年の10月の2日に出版されたんですね。私たちはもう嬉しくて嬉しくて、それを持ってですね、その当時は東京が2つに分かれていたんです。第1ブロックと第2ブロックで、第2ブロック、私は第2ブロックに所属し、ブロック長が沢浦秀夫という大先輩ですが、その原理講論を持ってですね、毎日、日比谷の聖地まで走っていく。それで着いたらみんなで賛美したのが、このキリストには変えられません、
もういくつか歌賛美しましたけれども、毎日毎日今でもそれを思い出すんです。若き頃、まあ、計算すると21歳ですね、私も。その時に、原理講論を持って、そして聖地で、みんなで輪読をしました。その当時は訓読というのはないんですけど、でビンビン入ってくるんですね。走ってって大体その4つのホームから走ってきました。まあいずれにしてもそんなこと言ってると私の本来話すべきことがあれですが、そのようにですね、若き頃燃えてみんなで、大体20人ぐらいでしたかね、真っ暗な中を走っていって、そして、あるところに着いたら、まあ、走るのも早い人遅い人いるんですが、私は運動選手でしたから早かったですよ。特に長距離は、まあ、そんなことどうでもいいんですけれど、とにかく、みんなで集まって、キリストには変えられました、みんなでこんなしながらですね、原理講論を持って、まあ、本当に聖霊の愛の中で、これを何ヶ月も何年もした、そういう思い出があるんです。ですから、今もう久しぶりに皆さんと一緒に賛美しながら、あの時以上の燃えるような心でみんなが、全国が燃えていかなければいけないなというのが今の時だと思います。そして今日はですね、天中平和統一天一国勝利大会の前ですけれど、勝利大会が4月6日に行われますが、その前に備えるべきもの、備えるというのも準備の備ではないんです。その備える、整えるものではなくて、天に捧げるものとして私たちが考えなければならないと、まあ、いうことを申し上げるわけです。まあ、しかしですね、まずその本題に入る前に、皆さんを代表して神の日にこのペンシルベニアまで、テネシーチョンピョンまで行かせていただきましたので、簡単に動画を用意しておりますので、まずは簡単に報告をしたいと思います。すいませんがお願いします。この1月8日に日本を出発しまして、13日日本に帰ってきたのは14日ですが、テネシーチョンピョンを訪問させていただきました。王様の富士山と桜のこのトレーナーが非常に良かったですね。ちょうど目の前に私が食事の時に座らせていただいたので、ここにいろいろ食事もありますよね。座らせていただいたので、あれ王様すごい素晴らしいの着てますね、写真撮らせてくださいと言ってですね、撮らせていただいたんですが、これ王様作戦があったと後で言ってました。 BBC が来るので、その王冠は何ですか、薬莢のついたね、物々しいものですけれど、その服装は柔らかく、優美に行かなくちゃいけないと言って、これをあえて着られたそうです。まずそういうことでですね、これ神の日の お供え物です。今度日本でしますから、どうぞよろしくお願いします。お供え物ですね。そして祈祷がございました。先ほどの内容です。16分でしたね、時計を見ますと。そしてその後、天中平和統一天一国勝利という年頭標語をくださいました。まあ、こうして神巡三大王様がいつも補佐をされてですね、王様が書かれます。そしてこれが御言葉を語られているところです。お座りになられてですね、で通訳の準備ができていないので、で多くはこのウエスタンの兄弟姉妹が座ってましたので、ティム本部長が先ほどあったようにですね、でみんな分かったか分からない顔してるわけですよ。それで王様が韓国語じゃないか、韓国人じゃないか分からないねっていう、あの御言葉を語っているところです。このように、ヒョンジン二大王様のご家庭、そして、クッチン、総監様のご家庭が一緒に、して、今これは天一国国家を賛美しているところでしょうかね。そして、ケーキカット、それから花束贈呈と、そして、これ
オンコンセイ巨人チャンポリンサンデーワンパンソンリーオンコンセイチョルグチョルグンオンコンセイ まあこのようにしてですね、でここに今度はですね BBC 取材活動、私はつくづく思ったのは本前のエデンの園、テネシーチョンピョンはエデンの園であるとおっしゃいましたね。そこにサタン極左だと、さっきも祈祷の中にもありますね、極左で、しかもこの後ろにはロスチャイルドがついてるわけです。サタンのサタンですよが乗り込んできたという感ですから、私が8日の夜遅くについて9日ご挨拶に行かなければと思っていたんですけど、あまりにも緊迫した雰囲気なんですよ。全体が非常に緊迫、緊張している雰囲気でした。そしてその神の日の記念礼拝の時からですね、神の日じゃない、記念礼拝の時からこのように何人来たのか、外にいる人と中にいる人がいましたけどね、まあ、6、7名はいたと思います。もっといたかもしれません。でこういうふうに乗り込んできているわけです。でこれは王様が礼拝を神御言葉を語られるときにこういうふうにいるわけですよ。この人もこれは有名な、なんかコメディアンだそうですけれど、私はここにいたから、まあ、盗み取らないといけない。そしてビクター・ムーンが警備に立ってると、まあ、雰囲気はものすごく厳しいんですよ、まあ、こういう感じですね。これは同じようなとこですが、まあ、そしてティム本部長が後ろの方はまた、まあ、ケアしていると、こんな感じですね。この赤い髪の毛の人もそうですよ。女性も何人かいて、まあ、レズビアンだと言ってましたけど、まあ、こういう人たちがちょこちょこっと座っている場面、これはエンターテインメントなんですが、最初に一人の姉妹が、これは行きます、次、そして、これは朗読、詩の朗読をしているところですね。これは歌を歌って、非常に柔らかい雰囲気、そこまでちょっと硬いところがあったんですが、柔らかい、非常に柔らかい雰囲気になって、その後この親子で、明美さんですよね、親子で、歌を歌いましたね。韓国、日本語と韓国語で、省きます。今度は詩の朗読でした。それからここがですね、大きく変わって、ハイライトになりましたけど、グレッグさんが出てったのが、王様は本当に良かったっていうわけですよ。でこの人も笑い出すわけですよ。冷たい目でね、こんなしてね、うすりともしない、そういうあれだったんだけど、ここからみんな随分変わるわけですよ。で白人が出てったりね、こっちの方も出ていくんですよ。いろんな人たちが出ていったので、まあそういうね、で雰囲気が変わって本当に良かったと。しかも普通のね、教会は年寄りなら年寄りばかり、白人の年寄りばかりとかね、黒人の教会とか、まあそんなことが多いわけですよ。それが東洋人が歌いで、特にイギリスから来てるわけでしょ、オーソドックスな、だからプライドも高いわけですよ。一緒に黒人とは一緒にいないし、ところが東洋人も見下してるわけですよ。ところが東洋人が歌うところに白人も何もない、みんなで、まあ、行くで、エンターテインメントもいろんな人がいたんですけどね、それからこれもこういうのやったわけですよ。これソンミさん、ソンミさん結構長くあれやこれややりましたよ。あれ弟ですけどね、まあ、こんなのもエンターテインメントでやりました。これそして最後に、今全部私はしましたけど、最後にですね、昔80年代の頃ですね、
SP 警護員だったイーストガーデンで、この方が証しをしたわけです。でこれはフンジン様ですね、何かフンジン様と、それからですね、これは氷神様もピストルを持って、で何かお二人で話して お父様のところ行こうとか言ったエピソードを話しておられましたね。それからこれは氷神様、氷神様がオートバイにお父様をお乗せするというそういう場面、こういうのを証しをして、クッチン様は16歳の時にどうしたこうしたといろいろ証しをされまして、この証しも良かったですね。お父様を証し、そして塩様、今のクッチン総監様の内容証しで、最後に、代表祈祷で終わりました。そして、礼拝がこの2日に行われたわけです。3時間の御言葉ですけど、緊張はしてるんですけど、エンターテインメントで本当にほぐれて、そしてBBC の人が言うのに、ここはね、この老若男女、普通はもう固まってるわけですよ、年寄りの白人だけとかね、黒人だけとか、ところが黒人もいるし老若男女いるし、不思議なところだと。しかも赤ん坊が多いですねと、赤ん坊が外みんなたくさんいるわけですよ、そういうふうに言ってたっていうわけです。ものすごく、ね、私の隣の人はその有名なコメディアンだという人も笑ったり、ついに挨拶もしましたけれど、初めはね本当に冷たい蛇の目ですよ、ずっとこんなしてね、笑いもしないでエンターテインメントをにらめつけてる雰囲気でした。もう隣にいるからですね、で写真撮るのはね簡単じゃないわけですよと、あんまりあれしただから、そうしながらいたのに雰囲気が変わって、しかしまだ緊迫した中で王様が説教3時間、言いたい放題全部言われましたね。王様はやるべき言うべきことは全部言われました。それで、こんなして3時間撮るんですよ。取材したらちょっと撮るだけで終わりですけど、ほぼ3時間で、このようにアメリカの人が多かったんですけれど、黒人の方もいらっしゃるしですね、でこれは最後のこれを残します。で後でこの人が来て王様に何かいろんな話もしている、本当に王様は言うべきことを言ったと私は思いましたけど、エデンの園にサタンが入ってきて激突する、それを打ち負かしたと、霊的に完全に勝利したというのを実感した神の日と神の日の礼拝でした。それからこれはですね、王様が以前からお父様の飛行機拷問作品を応募して出てたものなんですね。でこれが1位になりましたね。これが1位で、これは日本の野沢忠正君ですねの作品です。そしてこれかな、2位がで、3位が2つあったと思うんですけど、とにかくこういうこのリボンでこうしたのもありましたね。でこう迫害を受けてる、こういうのもありました、こういうのもありました。これが1位のものです。1位2位に日本から行った人たちのが入りました。これが2位ですかね、これ隅からかな、これが3位かな、でこういうふうに祝福だ祝福になるんですけど、こういうふうにいるわけですよ。前に私が撮ったわけですけど、前にもいるし後ろにもいるし、中でただしエンターテインメントでだいぶ和らいでいるから良かったですけど、王様も全然気にしないで祝福式を行いました。2組ですね、ノルウェーのアメリカとノルウェーの方の お母さんは日本人です、祝福式がありました。いい祝福式でした。これを全部撮ってたわけですよ、BBC は。そういう、
はい、そしてこれ記念写真ですね、はい、そして、特別にこのようにカップルが王様と王妃様の前で食事をいただく、私はここにいましたから、とりわけシンパル様の生活は、まあ、普通じゃない状況です。しかしですね、私は感動するんです。シンパル様は自分は、クッチンおじさんを本当に尊敬するし、自分はクッチンおじさんのようになって、新潤三大王を助けたいと言ってるんですね。で、明るいです。本当にちょっと生活しにくい場所に住んでおられるんです。そしてソヨン王妃元恵さんはですね、本当にご苦労するわねってこう言ったら、いえいえ住めば都ですと言って、二人とも明るいんですよ。本当に涙が出てくる、まあ、そういう素晴らしい。で、他の主様も本当に不便な生活してます。トレーラーハウスの中にいたり、道場に住んだり、まあ、しているわけです。私たちは何も文句言えないですね。これはね、帰る時の私の遊び心ですけれど、帰る時に朝7時のフライトなんですけれど、ご来光なんですよ。雲の上のご来光なんて見たことないから、ずっと撮りました。こうして太陽が、これはどうでもいいんですけど、太陽がね、ずっと、もちろん飛行機動いてるんですけど、それから今度はね、羽田に着いたわけですよ。12時間45分かな、後に。そしたら今度はね、日が沈むところがあるわけですよ。こうして空から見たら、おお、日が昇り日が沈んでいくところに帰ってきたと思って、また飛行機の中から撮りました。まあ、こういう感じで、まあ、これが一応ですね、訪米の簡単な報告でございます。それで、4月下旬に、4月上旬に王様ご一行が日本から来られるわけですよ。それでその目的ですよ。王様がおっしゃったのはですね、第4次ご来日ですよね。その目的が何とおっしゃったかというと、まず伝道の運勢、伝道の運勢が日本にあるというわけです。だから日本から先行こうとおっしゃったんですね。私は1200名を全国の皆さん、そして全国だけじゃないですね、世界中がね、この固唾を飲んで1200名になるようにとお祈りしていてくださったなと。ですから急にアメリカから来たくなって、アメリカ日本カップルも来てくださいましたし、あるいはイギリスからも飛んできてるんですね。後で分かったら、やっぱり1ヶ月後じゃなくて今行こうと言って来てくださったり、あるいは、韓国からもそうでしたし、そしてね、今回あれですよ、テネシーチャンピオン行ったでしょ。そしたらみんなが良かったですね、1200名で来てって言うんですよ。それで神野君なんかね、俺たちも行かなくちゃいけないんじゃないかと、こんなことまで言ってたっていうわけですよ。もう自分の立場も何も忘れて、そのくらい1200名に集中してくださった、まあ、そういうことで、1200名の勝利の上に王様が、伝道の運勢が日本にあると、後で私は皆さんに驚くべき証をしたいと思いますが、まさにあります。それで、まず日本から行こうと。で、日本から来られるからですね、4月6日は大会ですが、4月9日が誠の父母の日なんですよ。歴史以来初めて日本でこの面接のをすると、これどれほどお父様のお喜び、あるいは日本にとってはあまりに大きな天運であるということを感じるわけです。それから2番目はですね、今回は、まあ、毎回何をされるということが目的になるわけですが、今回は大会をすると。そして前回木曜日で大変だったろうと、1200名集め、今度は土曜日か日曜日にしようということで土曜日にしてくださったわけですね。で、大会のタイトルなんですけれど、今までですとね、お伺いして、そしてこっちで多少考えて、そして決定だったんですよ。
今回はパッと全部が終わって、ゆっくりと王様にいろんな報告をし、そしてお伺いをした時に、王様、今度の大会のタイトルどうしましょうかと言ったら、うんと言ってさっとおっしゃったのが、年頭標語のにしようと言われたんですね。で、私がパッとこれ出して、そう言われたので、それで、ここにですね、恋があるじゃないですか、最初にこれをね、ここの王様がおられて、こっちに王妃様がおられてたから、王妃様がこう見せたら、おおすごいね、これすごいねって、これこんなそっちになっちゃって、あれ全部お父様の60年代からの年頭標語と王様の年頭標語があるって、王様にこれを渡すわけですよ。おーおーおーってこんな感じでね、まあいう感じでここに書いてあるんですけれど、それでついでに私が、王様、この色は王様が大好きな色に、何百何千ある色の中で王様の大好きな色にしましたと言ったら、王様が、そうだよ、自然の色が好きなんだよと、まあ、こんなことを言われながらね、こんなふうにして、大会、天中平和統一天一国勝利大会ですよ。すごい大会の名前です。王様のね、祈祷を見たら、12年間本当に苦労苦労生成、その涙で来た、しかし激しくお父様の精霊の薬事で発展してきたと、で今もそしてとても難しい時であるというこの祈祷ですよね。そして御言葉、しかし年頭標語はものすごい希望じゃないですか。今までの、と全然違うわけです。今までは患難だとか混乱だとか苦難だとか、全部そういう、そうだなっていう感じなんですけど、これはもう完全に勝利と。でこのね、天中平和統一、すでに統一国というお父様が宣布されてますよ。2001年10月29日に宣布されてるんです。そしてこれを天一国というということね、天一国憲法もうすでに宣布された。なぜ宣布されたかというと、2001年1月13日が神様王権即位式、お父様がメシアとして来られた大きな目的は神を解放する、それから人類を解放する。ですからその勝利権が立ったのが神様王権即位式です。ここから歴史が大きく変わっていくわけですよ。そして、天一国も宣布されたんです。の宣布されたものを実体化していく時だということをつくづく思うんです。天一国は神の国ですよ。聖書の中に神の国と神の義を求めようとありますけど、神の国に向かって突進していく時で、日本からこれが最初に行われる。日本の皆さんご覧の通り、あの御言葉の中にも10年ぶりに韓国と日本ですよね、起こったのは安倍総理の暗殺、そして山上とかなんとか、そこからおかしいですよ日本の。でも審判なわけですよ。そしてミクロもマクロも滅んでいる、私たち目撃してるじゃないですか。そういう中で私たちはお父様の中のお父様を標榜している。今サタンが激突する中のさらに激突の本拠地みたいなところが日本です。だからこの大会にね、私たちは絶対的勝利をして、そしてこの交差なわけですよ。交差であり激突のその場所で勝利を打ち出していく大会であるというふうに思います。それから3番目はですね、何かというと、この世界大統領と言われてますよね。アメリカの大統領であるのはもちろんですけれど、世界の中心的、マクロの中心的人物、これがアメリカ大統領であり、世界大統領トランプの勝利をなさなくちゃいけないと。
それで日本に最初に行こうとおっしゃってですね、これを決めた時に、とにかくこの祈祷会をしようと、トランプ勝利の、そして、あの当時は6月から動員と言われましたが、今は7月14日ですね、15日スーパーチューズデーというほとんどの州が決まっていく、まあ、昨日ですか、24日昨日ですよね、アメリカ夜になるんですけど、サウスカロライナでやはり、まあ、トランプが勝利したようですけれど、まあ、とにかくトランプ大統領の勝利の祈祷会をしようと、まあ、こういうふうにおっしゃって、今回ご来日する第4次ご来日の目的はこういうところにあるわけです。それで私たちは、私の代表ありましたように、備えるべきもの、聖書の中にもですね、そして原理講論でも私たちは学んでいますが、何か大きなことをするときには信仰に始まり信仰に至る条件が必要なんですね。例えばアブラハムが、一番わかりやすいのはアブラハムが3つの備え物をするときに、この妻のサラが、最初はアビメレクですか、とにかく王のところに引っ張られて行くわけですよ。しかしそれを奪い返しますね、信仰で。ついでにちょっと原理の話になるんですけど、その時にアブラハムはもう徹夜で、自分の妻が要するに妾みたいにそばめにされてしまうわけですから、徹夜で天に祈ったというんです、深刻に。そして勝利するんですね。で、このサラはサラでね、絶対信仰を立てて、まあいろんな話があるんですけど、立てて勝利するわけですよ。その後で3つの備え物。でも条件立てた時以上の深刻さがなかったから眠っちゃうわけです、鳩を咲かないのに。でなかなか神様の印が見えないのに、気づかなくちゃいけないんだけど眠っちゃうわけです。サラが奪われた時以上の深刻にこの備え物をしなかったから奪われて、そして430年になりますよね。こういうものがある。でその後今度はあれですよ、イサク献祭をする時にもパロにね、サラが奪われていくんですよ。それを復帰する、まあ、そういうその勝利の期待が必要、信仰に始まり信仰に至る。で私たちはね、そういうことで備え物が必要であるというふうに思うわけです。それでじゃあ何を備えるかと、そしたらですね、私が帰ってくる2月の13日ご挨拶して帰ってくる時には、また3月には BBC が来るんだよ、10日間もいるんだということを言われて、来るなと言っても来ちゃうんだと言って、王様がね、それだけの話だったんですよ。それも早いニュースですよ。ところがもう帰ってきたらそこで鉄条祝祭する。お父様が自分をプッシュして、もう2時間の間に決めてしまわれたと、お父様が、まあ、そう言われながらですね、鉄条祝祭をすると。その鉄条祝祭にはテネシーチョンピョンの有名な人たちがみんな来る。準備もない、だから韓国の代表、とりわけ日本の代表を送りなさい。そして日本はまたアメリカの愛国的な歌を歌い、そしてトランプラリーをしなさいと、みんなでとにかくテネシーの重要人物たちを感動させようということで、それも一つ備え物ですよ、私たちの。ですからいかに備える、一つは、3.16 に向けて日本の最善を尽くそうと。この時で私たち次の準備が本当に大変なんですね。今すでにあれやこれやみんなでやっていますけれど、まあ、それですね。それから大きな内容は 3.2、 実はこの 3.2 は 3.1 アジアの自由を守る大行進なんですけど、アジアの自由を守る大行進なんですが、これは何かというとですね、韓国で皆さんはもうよくよく知ってることですが、
知らない人もいるし、また強調しなくちゃいけないことはちょっと強調したいと思うんですが、この 3.1 節ですよ。摂理的な意味を言いますとね、1919年3月1日、これは陽暦と陰暦両方やったようですよ。この時にとにかく朝鮮半島でしたよね。朝鮮、この日本の帝国主義時代なわけですよ。日本の植民地になっていて国がないんです。だから全土で独立運動が起こるわけですよ。その中の象徴的なシンボルが韓国に行くと、南大門とかいろんなところ、あるいは、どこですか、中北でしたっけ、中西北道かな、そこに行くとね、ユガンスンのこういう像がありますよ。16歳で先頭に立ってね、そして、殺されていくわけですよね。まあ、そのユガンスンがシンボルになってますけど、独立運動したわけですよ。全土で大韓民国万歳、朝鮮万歳と言ったか、とにかくそして国旗を上げね、失った国があったように、そこに神様が再臨のメシアの種を送ったわけです。夜の神様が。それでお父様が1920年、旧暦では1月6日、陽暦ではですね2月25日だったと思います。まあ、この手帳に全部出てますよ。とにかくそういうお父様は誕生する基盤を作ったわけです。それからですね、これ一つ目ですよ、3.1 節につ。2つ目、日本が本当に危機の時があるわけです。1945年の8月15日、第二次世界大戦が終わりましたね。再臨のメシアが、原理公論の終わりの方の世界大戦のところを見たらその意義があります。なぜこんなことまで言うかというと、みんなが原理も勉強しないといけないから、分かってない人が多すぎるから今言うんですけれど、第二次世界大戦終わった時に再臨のメシアが出発ですよ。その新郎として来られた、その新郎を受け入れるのがキリスト教会だったわけです。神様は神父宗教として2000年の間準備したんですね。それで新郎を受け入れていたならば、お父さんもいつもおっしゃいますよ、7年で地上に天上に天国の基礎ができてきた。だからこれが52年です。でもできなかった。だからどん底にお父様は落ちて、イエス様の十字架以上の悲惨な状況の中で、桃源としてですよ、キリスト教の桃源として世界キリスト教桃源です。これのキリスト教統一神霊教会を建てて、桃源の道を、旧約新約の桃源の道を行ったのが世界キリスト教統一神霊教会です。そしてここから40年ですよ。1992年4月10日に本来のものです、本来の再臨のメシアの期待のために、 WFWP 世界平和女性連合です。要するに再臨のメシアの神父権として作ったわけです。それでお父様がおっしゃるんです、日本はですね、でこれが54年でしょ。それで、お父様が78年に、何日だったかな、9月、まあこれとにかくこれにありますよ、1610層の上川で1610層のマッチングをしたんですよ。通貨ビザで宗教行事をしたということで、以来9月何日だと思いますが、これ以来お父様入国できなくなっちゃったわけです。その上にプラスそのダンベリーの13ヶ月ということで、決定打でお父様は入国できなくなるんですね。でもこの前に本格的な再臨のこの桃源としてですね、本格的な、これは40年ですから、本格的な出発をするときにエバ国が
お父様を入国させなかったら日本はエバ国から外れるということと、その前年はですね、日本がダメだったらカナダにすると、そして日本の女性代表がカナダに行ってお父様と祈祷してるんですよ。もし日本に入国ができなければ4月10日の前じゃないといけないというわけです。それでは本当に深刻な状況の中でですね、お父様は何も言わないで密かに、あのちょっと変わり者の金明デの先生とは言いません、金明デを送って、それで何をしたかというと、ユガンスン大会をさせたわけですよ。日本に神側の踏み場もない、お父様が入る踏み場もない、その時にユガンスン大会をさせたわけです。これと同じ。そして奇跡が起こりました。具体的にいろいろしましたよ、私は小教にいたからあれですけど。それで3月の26日から4月1日でしたかね25日、とにかく、お父様が、ご父母様が入国できたんです。でかろうじてエバ国家として立つことができたんですよ。こういう非常に重要なことは密かに、そして誰にも言わない、本人も知らないかもしれないけど、絶対信仰でやらないといけない。そしてその土台の上に奇跡が起こる。外的にはいろんなこと言ってますよ、金丸さんがどうしたか、そういうのもあるんですよ。しかし偶然ではないんです、内的条件。そして、かろうじて、でその後ですよ、今度は92年の8月25日ですか、三万層の祝福で、その後6ヶ月毎日毎日叩かれる。しかしあの叩かれたのと、今その家庭連合が叩かれている、旧統一教会として叩かれている度合いじゃないですね。もう宗教法人の解散命令、まあ、次の段階入ってますね、まあ、そういう状況で、かろうじて日本がエバ国家として保つ。しかしこのエバ国家を殺そうと思って大変な事態だったでしょ。でオウム真理教の事件がまた起こったり、それでお父様は物資をね送ったりとか、まあ、いろんなことがあって、日本をなんとか立て直そうと、まあ、で女性時代を迎える前に日本は危なかったんですよ。その時私が日本の責任者でしたから、まあ、いろんなことをハラ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 しながら、どうなるか分かんない、滅びそうな、そういう中で、とにかく天命を、要するにキリストには変えられませんで、お父様と絶対、この信仰で乗り越える以外ない。ですからその時に言われたお父様の御言葉が、この先生の涙とあんたの涙、あんたたち日本の信徒たちの涙が一つになればできないことはないや、先生が指示した御言葉を瞬時に末端まで知らせる、してそれを実践したならば日本は生きるだろうと、でかろうじて生きてきたわけですよ。でその間に16万やったり、アメリカに2万名女性を送って姉妹血縁、だから日韓姉妹血縁、日米姉妹血縁、いろいろしながらですね生きてきたわけですよ。まあ、こういうギリギリのところ、こういう経が、このようにして日本が生きたように、今度私たちはですね、この日本の、日本がエバ国あるいは母の国として立つ、何回も言ってきましたけれど、この骨身に皆さんに染みてほしいんですよね。何回も言ってきましたけれども、なぜ日本がエバ国になったかと。日本をエバ国家に選んだので、エバはカインやベルを再び産まなければならないのです。それゆえに日本には2つの韓国教法がいます。韓国教法と北朝鮮教法、カインアベルがいます。この韓国教法と北朝鮮教法、カインアベルが戦っています。これを一つにしなければなりません。これは先生がエバ国家に選んだので、不可避なことです。これができなければエバ国家になれません。服従でこれを一つにしなければならず、エバは、右翼世界と左翼世界を一つに抱かなければならないのですとあるわけです。また日本の立場で見れば、日本がエバ国家の使命を持ったのでイギリスと同じです。
イギリスでは旧教と新教、アイルランドとスコットランドが今でも戦っています。それを消化しなければならないのです。日本がそれと全く同じ立場にならなければエバ国家にはなれません。それで日本の中には異質な2人の息子娘がいるのです。それが北朝鮮の朝鮮総連と韓国の民団です。エバ国家、日本の腹中に異質的な双子が入っているのです。日本政府や日本人すべてがこれを悪いものと考えてきました。エバ国家の使命を果たすためにはこれを生んで一つにしなければならないのです。そのような時代になったので、日本では朝鮮総連と民団を一つにすることを中心として活動しなさいと指示しました。私が責任を持っている時もですね、本部に南北局を作り、そして日本人を伝道するよりも教皇を伝道せよという指示もありました。それからですね、エバはこれを一つにすることによってアダム国家に変えることができるのです。息子娘と一つになった母が父と一つになる場合には、全世界的なカイン・アベル権、民主主義、世界を共産主義世界が消化されていくのです。それは韓国と日本にかかっています。リベカやタマルと同じです。腹中で双子が争ったでしょう。それを産んで一つにしなければエバ国家の使命を果たすことができません。いくら難しくても日本女性はイスラエル民族と同じ、同じ60万の在韓国人を消化しなければ国に帰ってくる道がないのです。日本人を伝道しようと努力するというのです。日本人以上に、そしてまず妊娠した双子を産んで一つに、立派に一つにするように、民団と朝鮮連を一つにして先生と一つになる場合には、日本がエバ国家として収集されるのですと。日本が母のエバ国家として母の国に立つために、教法をこれを一つにしないといけないんです。ですから私はいつもそこに中心にしてきました。ですから難しい中 で民団はですね、ムンジェインの時にとっても難しくなるんです。向こうから、その前は10億円ですけどね、この新規してたわけですよ、政府から。で少し減ったと思いますけど、ムンジェインの時で、ムンジェインはもう極左ですから、この死体思想派ですからね、金日成派で、金日成、金正恩、金正恩、正恩の派ですから、だからものすごく左傾化するわけです。また朝鮮連がそこに動いていって、みんながおかしくなってくるんです。そういう中で、何年でしたかね、数年前に民団の中でこれじゃダメだという人たちと手を組んで、私たちは日米韓協議会、日米韓協議会もですね、こういう時が来るだろうと思って、お父様の100歳の時ですよ、2020年、神の日、ラスベガス、お父様の生誕も一緒ですね、ラスベガスで特別な式典があった時に日本で支持して、そして政治団体として、このまあ言ったってみんな分かんないから、やるべきことはやっておかなくちゃいけないと思ってしたんですね。そしてその後いろいろ障害をして、そして民団ももうどうしようもない状況になっていて、その何とかしなくちゃいけないということで、民団の中から保守の人たちがですね、大韓民国自由と民主主義を守る協議会と、ね、幹事協というのを作ったわけです。で一緒にいろいろ活動してきたんですね。そしてムンジェインを倒して、あるいはイ・ジェミョンを倒して、そして今ユン・ソギョルを大統領を立てた。だからでまたうるさいわけですよ、左翼がいっぱいだから、統一教会と一緒だとか、かなんとかかんとかいろいろ。それで、幹事教は発展的、解散をしたんですね。発展的に解消して、ところがありがたいことに、一緒に戦ってきた、で離れてった人もいるんですけれど、一緒に戦ってきたこの統一日報の社長さん、あるいは士官、私たちと同じ考えですよ、いろいろディープステートに対しても、中央に対しても、あるいはグローバリストに対しても、本当に同じ考え、それで自分たちは今乗るか反るかのこういう時に、民団ももうどうしようもないと、
そういう時に本当にこの韓国と日本のために命を懸けて戦う本物の人たち、あなたたちだ、あなたたちと一緒にやっていこうということで、その時からですね、一体となって勉強会を始めながら、またデモも一緒にやってきたわけですよ。これね、小さいけれども、これがなかったら日本の存在意義が立たないんです。位置が立たないんです。それでまた共産でデモ行進するわけですよ。これを私たちはね、120名やったでしょ、1200名、世界に救世大会でしたから、世界にペンテコステが起こるようにと言って1200名やったわけです。その前に1000名やってますから、1200、今度は120名のデモ行進をして、120というのは国家数ですからね、そして世界に出発する数ですから、この120名の備え物ですよ。備え物をして、そして王様を迎えたい。この備え物は送ります。そして成功するようにと、まあ、プレッシャーしてるところですよ。ここの人たちはプレッシャーかけて、そしてアメリカともね、もう葉っぱかけていろいろしてるところです。そして今度はこれ120名最低、そしてデモ行進をして、行くわけです。で、今ね、本当に危険なわけですよ。あの金正恩がユン・ソギョル大統領とはもう手は組めないと、要するに保守の。それでどうしたかというと、1月何日ですよね、憲法改正せよというわけですよ。何にするかというと、今まではその韓国が南北統一の共同の相手だったんですけれど、これをね、一番主敵、主な敵は韓国であると憲法に入れようというわけです。そして変わらない敵も韓国だと入れなさいと、憲法改正まで言ってるわけです。まあ、そういう状況。そして金日成、あの金日成が一番重要な立場で、またサタン側でね、だから金正恩が立った時に金日成に真似て、髪型から体格から真似てね、金日成の意向でいましたよ。ところが金日成が立てた、おじいさんでしょ、立てた伝統も何も全部捨てて、あるいは南北統一のシンボル、これ全部壊しちゃったんですよ。統一党とかいろんなもの全部壊しちゃった、4つぐらいか。で、かつてはね、金日成はあの憲法にこの朝鮮民主主義人民共和国の首都はソウルであるってなってたんですよ。そして自分の官暦はソウルで行うと言って、韓国動乱何回も起こしてきたわけ、起こそうとしたわけです。こういう、ね、状況、今本当に北は何しでかすか分かんない、こういう時に象徴的にないわけですよ。実態は小さいけれども、我々は共闘を組んで、そしてこの国を守ろう、韓国も守ろうとしてるわけです。で、韓国も刺激しないと、韓国の青年が命がけで戦わないといけないんですよ。私は韓国に人事になった時にお父様に言われたんです。日韓韓日ですよね、ほとんど韓日家庭を送ったのは嫁に送ったんじゃない、この宣教師として南北統一の先頭に立つ、そういう機関車にならないといけない、それはあんたやれって言った私の使命、そこにあったんですね、韓国にいる時。まあ、そういう一貫してんですよね。まあ、そういうことでこの3点に、今106名でしたね、この始まる前まで見たら、まあ、とにかくよりたくさんの人で備え物にする、備え物として行って、本当にテネシーにもね、大きな感動を起こす王様の助けになったらいいなと思って送りますし、今度は 3.2 ですよね。まあ、そういうことです。それからですね、国を、3.2 の意義はお分かりだと思いますが、三大王権を本当にお迎えする、しかも天中平和統一天一国勝利をする日本、何かを見せる日本にするために備え物にするわけです。そしてもう一つ申し上げるとね、
国を守る、天敵に国を守るということはどういうことかということを申し上げると、とりわけ韓国ですね。金日成は韓国動乱を起こしました。ちょっともう一回これ書きますよ。1948年8月15日でしょ。でこの時にキリスト教とお父様再臨の再臨主が一つになれなかったから、何が起こったかというと、50年6月25日から3年間ですよね、53年の7月27日まで3年間韓国動乱が起こるわけです。分断されてしまった。動乱が起こるわけです。それは血を流して一つになる道ができなかったから韓国動乱が起こったわけです。この韓国動乱もこの時に起こったんですけど、金日成は絶えず狙ってくるわけですよ。何とかして、そしてこれ夏だったから漢江がね邪魔になって渡るのに、それで、この最後のね釜山まで来るんですけど、人選上陸作戦とかそういうことが起こって押し返される。中共が入ってこんなしながら38度線で分かれているわけですよ。だから金日成はこの冬で、北の方はですね零下20度30度にもなりますから、冬でねこの漢江がの上流でもその氷になって道路化するわけですよ。その時に攻めると、冬にそういう計画がいつもあって、スパイもどんどん送ってたんです。本当にすごかったですよ。特に60年代そう終わり70年代はスパイが送られてるわけです。だから第二の韓国動乱願ってるわけです。それで、第二のね韓国動乱が具体的に本当に、もう今日昇級講義じゃないからいろんなことは言えませんけれども、とにかく大変な時期。その時お父様は何をされたかというと、10月21日にスリーセブンの祝福があったんですが、その後ですよ、12月1日から全韓国の婦人たちを3年間開拓伝道に出したわけです。手厳しかったわけです。もう例外なしですよ。病人も行かないといけないというわけです。自分の棺桶を持って出なさい、病気だから行けないというのはなし。子供を産んだばかりの人は何日だったか忘れましたけど、何日だけはよし、あとは子供を置いて出なさい。だから私もね、72家庭のすざましい証を聞きましたけどね、そのうち2人子供がいて、でみんな親戚とか、この時代でねやっと追われながら貧しい統一教会でみんな家庭を持って、そして子供もできてよかったなと親兄弟が思ってるところに、また開拓伝道、子供も何も捨てて、なんという気違いみたいなことだと、ね、それで親兄弟は守ってくれない。ある人はね孤児院に預けてるんですよね、子供。今の日本よりもひどいですよ。その当時貧しい、電気もないんですから、70年代はものすごく貧しい。そこの個人なんてしたら生きていくかどうか分かんないぐらい、まあ、そういうところに送った人もいる。でその72家庭の人はね、天皇お父様、私はいくら努力しても子供を探せません、預かるところ探せませんでした、あなたに委ねますと言ってね、全部ドア閉めてね、釘付けして、そしてもう泣きながら出たそうですよ。そしたら子供がギャー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 泣くでしょ。で隣の人がねずっと見てくれたそうです。そういうすざまじいこの状況で3年間例外なしで、もう病気もダメ、病気理由にならない、棺桶持って行けって言うんですから、まあ、そういう状況ですざまじい3年露呈を過ごして、そしてね後でですよ、お父様言われるわけです。あの時は韓国動乱が起こる時だった、あんたたちを祭物にして、ね、戦争が起こったとしてあんたたちを祭物にしたんだよと後で言うから、初めから言っちゃったらダメなわけですよ。何があっても絶対信仰で
それで犠牲になった子供もあるしですね、犠牲になった人もいますよ、ね、動乱が、第二の動乱が起こったら親も子も家族も何もない、病人も何もない。だから戦争が起こったとしてあんたたちを送ったんだよ。その絶対信仰で奇跡が起こった。何かというと暖冬異変なんです。そして川が凍らなかったんです。それで金二世はね、チャンスを失うわけですよ。こういうすざまじいことがあったんですね。それで私は韓国にいる時ですよ、お父様がね、韓国のまた違う次元で危機になったわけです。2000何年だったかしら、2010年11月23日、ヨンピョン島というね、北朝鮮に近いところに北朝鮮がミサイルを掘り込んだわけです。で、2人の住民が死んだんですよ。で、もうこれはもうね、挑発で戦争になる、当然。日本はね、狂ってるし、平和ボケしてるし、政府が腹がないから、こんなくらいでは戦争にはならない、バカな状況なんですけど、もう戦争になる事態になってたわけです。で、お父様は世界会長のヒョンジン、まあ、そういう、ね、内容もここにありますよ、ちゃんと、今回はそういうの入れたんです、中村さんといろいろ検証しながら、大事なことが、ね、いっぱい抜けてるんです。今までの手帳の内容は、胃の中の日本が、ね、小さな世界も見てない、日本だけ、だ、大事なことが何か、それないですから、たくさん入れました。まあ、次の機会にはね、あ、こんなこともあったのかということを皆さんに私は伝えておかなくちゃいけないなということがいくつもあります。それでその一つなんですよ、2010年この時ね、戦争が起こりかねなかったわけです。その時にお父様は世界会長ムン・ヒョンジン、今の二代をですね、世界会長に命令をしたんですよ。要するに言って21日間国家、なんていうか21日間国家安全特別政制を立てなさいと。国家安全特別政制を捧げなさいと、よすで。それで私もここに、チョンボクにいましたから、ここに行ったんですね。大体120名以上はいましたけれども、そこで21日間ですよ。何をしたかというと、その時世界会長ヒョンジン世界会長が言われるんです。自分はこの命令を受けて飛行機で帰ってくる時に啓示の湯に受けたというわけです。そして韓国がこのように危険なのは、何で危険なのか、それは再臨主、お父様をメシアを受け入れてないから、根本はそこだと。それで啓示のように受けたのが、我々はお父様をお迎えする聖聖を捧げなくちゃいけないと言われて、我々納得ですね。そういう、それで何をしたかというと、チャンプモニオンマンセは始まったんです。誠のお父様億万世ですよね。でチャンプモニオンマンセは、もう朝からずっとチャンプモニオンマンセって涙流しながら、この国に再臨のメシアを迎えなかったことを悔い改めます、再臨のメシアを迎えますと言ってね、聖聖を尽くしたんですよ。そしたらそれで夢中になってね、涙こぼしては、もう外から見たら気違いか分かんないけれども、お父様をキリストとして迎えられなかった。そうでしょ、この時は韓国動乱が起こるんです。その一番の韓国の危機を迎えたのは、お父様を再臨主として迎えなかったことだ。だからお迎えします、迎えなかったを悔い改めますと言って泣きながらですね、もうしたんですよ。そしたらね、奇跡も起こっちゃうわけです。足が痛かった人が足が痛くなくなって、トントン歩くようになったり、あちこちの病気まで治っちゃう、まあ、そういうことも起こって、でね、なんていうか大先輩人たちは、チョンボ君でヒョンジン世界会長はおかしなことをやってると言ったんですけど、チョンボ君にはここから始まったんですよ。で再臨のメシアを迎える国にしようと。だから
クッチン総監様なんかすごいですよ。障害するときに最初に長官でも私のお父さんはメシアですって、こういう宣布から始まるんですよ。本当ね、僕はびっくりするようにするんだけどね、堂々とリーダーでやっている。それでその時はもうあともう少し努力したら本当に国が復帰されるようなね勢いだったわけですよ。初めぺちゃんこのところをお二人が韓国を生かしてきましたよ。それでヒョンジン世界会長はですね、お父様を迎える韓国、メシアを迎える韓国と言ってその時からしてたわけですよ。それでなんてことない危険が遠ざかったわ。なんでお父様も何も言わない、我々もあれなんだとも思わないで無事にその我々が120名以上がね本当に涙を流しながら悔い改め、そして再臨のメシアを迎える国にしますとお祈りしててそうなったわけですよ。だから国を守るということ、本当の意味でメシアを迎えることなわけですよ。メシア迎える、まあそういうことができないといけない。この時もメシアのね、このなんだ3年露呈もメシアの命令で絶対信仰で行ったわけです。またメシアを迎える、まあ、そういうことによってですね守られたわけですよ。戦争にならなかった、ずっと過ぎちゃった、まあ、お父様が後でだったら説明をされたかもしれませんが 5% でそのようなことをしてきました。だからですね、ちょっとね聖書を読んでみますとね、ローマ人の手紙、こっちじゃない、ローマ人の手紙、ローマ人の手紙のね8章の35節から、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか、というものではないというわけですよ。あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。だからまあねちょっとしたことで、つまずいちゃったり、なんていうんですかね、後ろ向いちゃったり離れたりということなく絶対的なメシアを信じていく、まあ、こういうことが重要だということです。それで最後にねここに伝道の運勢についてお話をするんですけれど、その一つ証です。運勢が本当に来てるというのをね感じるんですけれど、本部の事務局の方にですね、名前も言わない、で電話があって、それで自分は今まで20年間伝道してきたと、その人とそれから万物をね、誰に捧げるかということをずっと来たけれども、あの襟川会長と会ってそしてお話をしていきたいという電話があったというわけです。それは私がアメリカにいる時なんです、テネシーに。で私はじゃあ帰るのが14日だから15日翌日会いましょうということであったわけですよ。そしたら驚きました。この方はね2000年から教会にはいたんですけど、教会から出て2000年からずっと伝道に徹してきたというわけです。お父様の願いは士族メシアを勝利することだ、それで自分は神様とイエス様とお父様だけを信じてそして伝道しようと360件しっかり作ろうと言ってずっと伝道してね、伝道の方法が何かというと、最初にいろんな縁があった人にね、あの聖書をあげるって言うんです。そうするとあれあなたクリスチャンですか、
お神信じてんですかという、大体仏教系が多いですよね、日本は。なんとなく神道系とか、なんとなく。でもそんなにね、抵抗はないってわけです。聖書もクリスチャンももう世界的なものだから。初めはそうじゃないですよ、みんな殺されたんですよね。でそのね、聖書を挙げたのが800人になってるそうです。で一人一人の事情全部分かってると。でその次のランクにね、何を渡すかというと、お父様の自叙伝を渡す。そうすると過去に渡した人も今渡した人も、あんた統一教会ですか、カンカンですか、びっくりしてね、青ざめるっていうわけですよ。しかしそこから戦いだと。絶対的にお父様が再臨主だということを訴えるというわけです。そうするとね、その人が持っている課題もみんな解けちゃうってわけです。奇跡が起こって、だから病気も治るし、問題が解決しちゃうってわけですよ。もう薬事ですよね、聖霊の。この人は絶対的に、でみんな青ざめたりね、びっくりするってわけです。ここはね、ものすごいハードルが高いっていうわけです。でもすでにそれを受け入れている人が400人っていうわけです。それでまあね、まだ自分は完全な360件士族メシアを勝利していないから罪人ですって言うんですよ。私は本当に悔い改め、恥ずかしくなるような思いでした。そして、まあそれ以上のことは言えないんですけど、びっくりするようなことがいろいろあります。またね、別の人も電話が来て、この人もね、背景が大きい人ですよ。細かい背景言いませんけど、宮沢さんが会いましたね。それでこれから課題がありますけれど、そういう人が神様を送るんですよ。今象徴でしょ、教会には来てないけれども、20年の間ね、士族メシアのために。そしてそれができなければ、自分は罪人だと。で伝道にね、燃えてんですよ。で全てが与えられてるってことです。でいずれね、教会建ててエリカ会長呼びますからとか言ってね、もうすぐ立ちますよ。そういう状況の人もいるということです。だから私もちょうど今日からですね、王様をお迎えするまで40日です。皆さん、この 3.16 あるいは 3.2 も参加して祭物として備えるんですけれど、王様は伝道の運勢が来てる、日本から。で韓国はその勢いを、日本の勢いと影響を持って韓国は復帰すればいいと、こういうふうまでおっしゃってるわけですよ。皆さん、私たちがね、実践しなきゃダメです。私もこの方と会ってね、つくづく本当に恥ずかしいことだ、悔い改めなければと。そして具体的に誰をどう、もちろんいつも伝道の意識はありますけれど、ここまでないですよね、この人ほど。それで今回40日の間ターゲット決めて、必ずここをこうしようと思うところを決めて、漠然とじゃない、もう何とかしようと思ってね、あれですよ、いろいろ努力はしてるけど、この程度じゃダメだと。皆さんも40日です、ちゃんとターゲットと目標を自分で決めて、そしてこの伝道の運勢を、あるとおっしゃる運勢を見せられる証ができる私たちにならないといけないんじゃないでしょうか。どうですか。まあ、そうして備えていきたいんです。備えていきたい、王様をお迎えするのに。ただ外的なね、準備に走っていくんじゃなくて、そういうことをしながら、そして忙しい人は忙しい人なりに神様が助けますよ、意識の、本当に。でね、この昨日ですか、昨日か一昨日か、岐阜で、凱旋活動してね、でこんな人にが名刺もらいましたよってさ、まあ、背景がなんとか医学博士でどうのこうのでね、これからどうなるか分かんないですよ。それで私がその人に激励していたんですけど、かつてですね、本当に私たちは貧しい民パン食べながら泊まる家もなかったわけですよ。軒下を借りるとか、どっかのね、小屋を借りて住んでた時代があります。早々期はお金払わない、何を食べよう、何を着よう、思い煩う流れで徹底してやってた時だから。その時にみすばらしいおばさんですよ、今名前がひょっと忘れて、ちょっとひょっと今の話す前まで覚えてたの
よく知ってる人ですけどね、このおばさんが雨の中ロボ伝道してたんですよ、条件立てて。それをじっと見た雨の中でね、みすばらしいおばさんが、それをじっと見たのが誰かというと、笹川さん、笹川良一さんが見たっていうんですよ。そして西川先生はとても難しい立場にあった、ね、その西川先生をこんな日本に義人が必要だと言って保証人になってくださり、そして勝共の名誉会長になってくださって、勝共が華々しく勝共運動が進んでいきましたよ。だから路傍伝道にみすばらしいおばさんがね、本当に真剣になっている時、神が導くでしょう。何が起こるかわからない。我々はこの40日間皆さん伝道の努力をしてください。皆さんの基準で自分にで計画を立てて実践しましょう。その実践の大きな証を持って備えて、そして王様をお迎えできるようにしなければならないんじゃないかというふうに思うわけです。そうじゃないですか。そしてここにいる人はここも出てください。 3.2 も近いんだから、まあ、ほとんどがエントリーしてますけれども、とにかく我々はですね、ただお迎えするのではない。そしてこの日本の現状を見てください。2年前は王様はね、日本は危険だろうと、韓国には3週間予定を立てているのに、日本は来る予定なしということで決まってたんですけど、どうしても来てください、来てくださいとお願いして、で、まあ、そしたらさっとじゃあ行こうってなったんですけれど、来てくださって、私たちはその前の年のね、祝勝会を1000名大会ができなかったから、1000名の礼拝、その年は礼拝をするというのが、だから1000名の礼拝をしたんですよね。でそして祝福式もして著書権を奪っていこうと。今回は完全にこの激突する、そういう中でこの天中平和統一天一国勝利大会ですから、言ってるだけじゃなくて勝利の、この日本が一番激突する中の厳しいところじゃないですか皆さん。我々はもう勝てれることも関係ないんですけどね、しかしくっつけてくる人もいるし、まあ、お父様を先方してるから、こんな時にフラフラしたり隠したりしないで、堂々とこの王様の祈りの中にもありますよね、我々は言うべきことやるべきこと全部そのままお父様をね明かしてきたと、そのまま言うこと言うべきこと言ってきたと。だからサタンが侵入しない、本物になって、そして王様をこの第4次ですよ、4次でお迎えして、本当に天中平和統一天一国勝利を見ることのできる日本で、で片やミクロ、サタンを中心のミクロもマクロも滅んでいくわけです。で日本はこの先どうなるのかなと思う、まあ、あそこは滅んでも審判を受けてるんだからいいんですけど、日本自体が本当にもう左翼のなるがまま、左翼マスコミと左翼弁護士と左翼のなるがままになってますよ。こういう中で、まあ、それを心配するよりも我々がやるべき中心的なこと、三大王権が来られるんです、お父様が来られるんです。ここで本当に間違いのない大会を捧げ、そして礼拝を捧げ、そして名節を捧げ、祝福式を捧げられる日本になって、そして韓国に影響を与え、またアメリカを助ける、そしてその次からいよいよこのトランプ勝利に向かっていくわけです。それでね、あの一人の兄弟が、ついでに言いますが、一人の兄弟が日本の内部も救国の意識が低い、そして外部はもとよりということで救国ラリーをしましょうと言ってくれたので、ありがたく思って今まで47都道府県のうちの29やってきたんですね。そしたらあの四国の人、あるいは東北のこの熱情なる女性ですよ、婦人が、なんとか王様の来られる前にやりたいと、責任の位置にあるものはやろうとしてない、だからそこに訴えて、じゃあ自分がやりますと
行ってやったのが四国と東北ですね。そして見てみると、今29箇所やったんですけど、見てみるとですね、全部で参加した延べ人数は430超えたんです。430数重要でしょ、4、3数超えたんです。そして、個性心理体でいうと235人210人を超えてる。まあ、あとはでも王様来る前にまだやるんだと言って今日は発表もあると思いますけれど、そういうところもある。そういう気持ちに神が働くんですよ、そういう心情に。ですから、本当に本物になって天の願いを果たしていかなければならないと思うわけです。まあ、そんなことで皆さん、この三大王権、王様をお迎えするにあたって、私たちのなすべきこと、備えるべきことを備えて、そして成功裏に天の摂理をより進展させる母の国に、今日本は母の国ですね、母の国になれるように頑張りましょう。じゃあお祈りいたします。愛する尊い天のお父様、懐かしくお慕わしい誠のお父様、今日も第四次三大王権を日本にお迎えする40日を前にして、あなたがこのように全国公開礼拝を準備してくださいましたことを心から感謝申し上げます。何事も大きな身旨を果たすときには信仰に始まり、信仰に至らされることを思いますときに、まず王様が今までと本当に、慣例を破って、まず日本から行こう、日本には伝道の運勢があると、このように言われて日本でにお越しになられることになりました。たまたまその1週間の中に誠の父母の日があり、この誠の父母の日の名節を日本で歴史以来初めて天にお捧げすることのできる、そのようなこの恵みをいただくことになりました。また天のお父様、お迎えする40日の中に 3.1 アジアの自由を守る集会と大行進が計画されておりまして、これもすべてあなたのご計画の中にある、私たちが 5% を尽くして備えていかなければならない、捧げていかなければならない重要なものであるということを感じるものでございます。今の韓半島は本当に厳しい状況にあり、金正恩がいつミサイルを韓国に、あるいは日本に発してくるかもわからない、この時にこの韓国を守り、日本を守ることができるのは、私たちが再臨主のお父様、メシア、イエス様、そして三大王権を本当にお迎えして完全に信条一つになって歩んでいく時でございます。家庭連合も昨年の10月13日まさにこの魔の金曜日と言われますが、その時に岸田、そして文部省によって裁判所に宗教法人を解消するその対象として送られました。その今度は裁判所でつい2月の20日ですか、22日か、まあ、とにかく審理が行われる、審問が行われました。また騒がれているそのような時、お父様、これはもう審判でありますから、それは天に委ね、私たちがなすべきその激突の中で絶対信仰を持って再臨のメシアを明かしし、メシアを明かしし、そして三大王権を明かしていくということが一番重要な、国を守り世界を守ることであり、そしてそれがまた11月5日に行われるアメリカ大統領選挙、世界大統領選挙が行われる勝利につながっていくことを思いますときに、天皇お父様、これからの40日間が
本当に重要でございます。青年二世たちも心ある者たちが昨日から朝5時から訓読聖聖の条件を立てて、そして三大王権をお迎えしようとしております。どうぞ全国がこの聖聖と、そして祈祷と断食と訓練をもって、どうか4月上旬に三大王権をお迎えして、4月6日の大会、そして4月9日の誠の父母の日の名節等々すべてをどうぞ天にお捧げすることができるように、新しい出発をなすことができるようにあなたが導いてくださいますよう、どうか全国の兄弟姉妹たちにこの40日を覚えて、本当に一人一人がそれぞれ聖聖を捧げていくことができるように、そしてその聖聖が一つになってオール日本で束ねられて、どうか天皇お父様、あなたの聖霊の約束をもって新しい出発をすることができるように、王様とともにどうぞ三大王権とともに発展し、天一この天中平和統一天一国勝利をあなたの御前にお捧げする出発とならしめてくださいますよう、心から心から心からお願いお祈り申し上げまして、言い尽くしへの祈りですが、イーモードンマルスン十北純真家純朝村純エリカヤセイルムロボガリオサオナイダーアチュー。じゃあありがとうございました。